俺はど田舎で兼業農家をやってるんだが、農作業やってる時にふと気になったことがあって、それをうちのじいさんに尋ねてみたんだ。その時に聞いた話が個人的に怖かったので10日。農作業でビニールシートを固定したりする時などに、木の杭を使用することがあるんだが、うちで使ってる木の杭には、すべて、ある一文字の漢字が彫り込んである。今まで特に気にしていなかったんだが、近所の農家で使ってる杭を見てみたところ、そんな文字は書いてない。うちの杭とよその杭を見分けるための目印かとも思ったのだが、彫ってある漢字は、うちの名字と何の関係もない字だったので不思議に思い、うちのじいさんにその理由を聞いてみた。じいさんの父親、俺のひいじいさんにあたる、から聞いた話で、自分が直接体験したことではないから、真偽のほどはわからんが、との前置きをした後、じいさんはその理由を話してくれた。大正時代の初め、じいさんが生まれる前、ひいじいさんが若かりし頃の話。ことの発端は、ひいじいさんの村に住む若者二人、A、B、が、焚き火を求めて山に入ったことから始まる。二人は山に入り、お互いの姿が確認できる距離で、焚き火集めに勤しんでいた。正午近くになり、A がそろそろ飯にするかと、もう一人に声をかけようとした時だった。突然 B が、人間にかくも大きな叫び声が上げられるのか、と思うほどの絶叫を上げた。突然の出来事に A が呆然としている中、B は肺の中空気を出し切るまで絶叫を続け、その後がくりと地面に崩れ落ちた。A は慌てて B に駆け寄ると、B は焦点の定まらないうつろな目で虚空を見つめている。体を揺すったり、頬を張ったりしてみても、全く正気を取り戻す様子がない。そこで A は慌てて、B を背負うようにして山を降りた。その後、一日経っても、B は正気に戻らなかった。家族の者は山の者の家にでも疲れたのだと思い、近所の寺に連れて行き、お祓いを受けさせた。しかし、B が正気に戻ることはなかった。そんな出来事があってから一週間ほど経った頃、昼下がりののどかな農村に、身の毛もよだつ絶叫が響き渡った。何事かと近くにいた村の者が向かってみると、たった今まで畑仕事をしていたとおぼしき少年の男が、虚空を見つめ放心状態で立ちすくんでいた。駆けつけた者が肩を強く掴んで揺さぶっても、全く反応がない。先の B の時と同じだった。その後、家族の者が医者に見せても、心神喪失状態であること以外はわからず、近所の寺や神社に行ってお祓いを受けさせても、状況は変わらなかった。迷信深い年寄りたちは、山の者の毛が里に降りてきたのだと震え上がった。しばらくすると、ひいじいさんの村だけでなく近隣の村々でも、人外のものとも思える絶叫の後に、心神喪失状態に陥る者が現れ始めた。しかもそれは、起こる時間帯もまちまちで、被害に遭う人物にも共通するものが何もなく、まさしく無差別といった様相だった。ひいじいさんが会議に出くわしたのはそんな時だった。その日、ひいじいさんは弟と二人して田んぼ仕事に精を出していた。夕方になり仕事を終えて帰ろうとした時、自分が耕していた場所に、木の杭が立てられているのが目に入った。突如として現れた木の杭を不思議に思い、まじまじと見つめていたひいじいさんだったが、誰だ、こんなふざけたことをしたのは、とわずかな怒りを覚え、こんな邪魔なものを、人んちの田んぼにぶっ刺しやがって。そのうち、邪魔だ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 、邪魔、邪魔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 。杭を今すぐにでも引き抜きたい衝動で頭が埋め尽くされたようになり、その衝動に任せて、力いっぱいその杭を引き抜こうとしたその時、弟に肩をつかまれ我に返ったという。落ち着いてあたりを見渡してみると、先ほどの杭はどこにも見当たらなかった。弟に問いただしてみたところ、弟はそんな木の杭は全く見ていないという。一緒に帰ろうとしていた兄、
ひいじいさん、が、ふと何かに目を留めた素振りを見せ、何もない虚空を見つめていたかと思うと、何もないところで、何かを引き抜くときするような、腰をかがめて力を貯める姿勢をとったので、何をしているのかと肩を叩いたのだという。その時にひいじいさんは、昨今村を騒がせている出来事を思い出し、もし弟に止められることなく気の杭を抜いてしまっていれば、自分も廃人同様になっていたに違いない、ということに思い至り、肝を潰したのだそうだ。そんなことがあってからしばらくして、ひいじいさんの住む村での犠牲者が10人を超えた頃、村長と村役たちによって村人が集められた。村長は昨今の出来事に触れ、それがこの村だけでなく近隣の村でも起きており、現在、近隣の村々と協議し、会への対策を進めている最中であることを村人たちに伝えた。解決するまでには今しばらく時間がかかるとのことで、それまでの会に対する当面の対処として伝えられたことは、見慣れない木の杭を見かけても、決してそれを引き抜かない、ということだった。ひいじいさんの予想は当たっていた。さらに村長は、農作業で使用する杭には、自分たちが打ち込んだものであることが明確にわかるように、何らかの目印を彫り込むように、と続けた。これは、自分が打ち込んだ杭の中に、霊の杭が紛れ込んでいた時に、誤って引き抜いてしまうことへの防御策だった。ひとしきりの説明を聞いて、今の事態を引き起こしているのは何者なのかを問う者がいたが、村長は、人の運用、動物霊や物の毛といったものの類ではないこと以外は、よくわからない。影響範囲が広範なことから、非常に力を持った何かだとしか言えないのだ。と答えるのみだった。仮に被害に遭ってしまった場合は何とかなるのか、という問いに対しては、二度と元に戻すことは決してできない。そうなったものをお払いをしてもらいに行った時に、とある神社の神主に言われたのだ。彼には払うべきものは何もついていない、と。と村長は答えた。神主が言うには、あれは狐に疲れたりしたせいであのような状態になっているのではなく、今の事態を引き起こしている何かの力の一端に触れたせいで、心が壊れてしまった結果、この状態になっているのだそうだ。つまり、何かの影響下にあって心神喪失状態に陥っているのではなく、何かの影響を受けた結果が心神喪失状態であるため、寺だろうが神社だろうが、どうすることもできないということらしい。最後に村長は、杭さえ引き抜かなければ、何も恐れることはない。と締めくくり、冷静に対処することを村人たちに求め、解散となった。村人たちが去った後、ひいじいさんは自分がその体験をしたこともあってか、村長のところに行って、その何かについて、なおも食い下がって問いただすと、幽霊や物のけや人の祀る神様と人との間には、曖昧ながらもお約束というべきものがある。相手の領域にむやみに立ち入らないことだったり、定期的に祈りを捧げたりとな。彼らはそれを破った者にはたたりをなすが、約束ごとを守る限りは問題はない。しかし、今回の事態を引き起こしている何かに、それは当てはまらない。聞いた話ではその何かは、自らがあるがままに、ただそこにあるというだけで、人を正常でいられなくし、発狂させるほどの影響を与えるのだそうだ。わしもそこまでしか聞かされていない。呪ってやるだとか祟ってやるだとか、そういう意図も持たないにもかかわらず、存在そのものが人を狂わせる。そういうものに対しては、人は必要以上に知らない方がいいのかもしれん。と言い残し、村長は去っていったそうだ。それからしばらくして、ひいじいさんの住む村で神社の建立が始まった。会員による犠牲者は、近隣の村々を含めて出続けていたが、その数は収束に向かっていき、神社が完成した頃には全く起きなくなったという。今にして思えば木の杭は、何かを封じた霊的な呪い、まじない、の類で、それを引き抜いてしまったことで、何かの力の一部が解放され、それに触れた人間が狂ってしまう、ということだったのかもしれん。神社が建てられたことで、その何かは再び強固に封印され、怪異が起きなくなったということなのだろうと、ひいじいさんは、じいさんに話してくれたそうだ。そんな経緯で、うちで使う木の杭には、
うちのものであることを示す目印を今でも彫り込んでいるんだそうだ。近所ではそんなのを見たことがないことを指摘してみたら、人ってのは喉元すぎるとなんとやらで、今ではあんまりやってる家を見かけないが、この近所だと、どこそこの S さんとことか、M さんとこは今でもやってるから、見てくるといいぞ。とじいさんに言われた。見てきてみると、確かに S さんちと M さんちで使ってる木の杭には、漢字一文字の彫り込みがあった。今でもやってる家ってのは、大体が犠牲者を出した家か。その親族の家だろうな。とは、じいさんの段。